新潟山形線座王号は山形県山形市と新潟県新潟市とを結ぶ高速バス路線の愛称である。新潟県県外高速バス路線図。右上のピンク色の路線が本路線である。かつて山形から新潟へは JR 米坂線経由の急行ベニバナが直通運転していた。しかしベニバナは一旦米沢駅まで南下して、 その後北上する遠回りの経路を経由しており、また老朽化した車両を使用しているなど、乗客サービスの面でを取っていることや、翌1991年からは、大宇本線が山形新幹線開通に向けた改め機工事を実施するため、従前の軌動車が米沢へ北へ乗り入れることができず、直通で結ぶ列車が運行できなくなることなどから、山形交通と新潟交通は、 長距離バス路線としての需要があると判断し、国道113号を経由して、両市を結ぶ路線を1990年7月に開設した。なお、バスロケーションシステム、新潟バスイが導入されている。本路線は、クローズドドアシステムの設定が非常に複雑になっている。山形市内、上山市内5カ所、新潟市内2カ所から乗車した場合は、 どの降車可能バス停でも降車できる。なお、山形、新潟初とも、山港ビルバスターミナル山形駅前の順に、停車する。国道112号、国道13号、国道113号、日本海東北自動車道国道49号、カメラバイパス国道7号送りの木バイパス、赤市通新潟県道33号、新潟停車乗船、国道7号主要区間の運賃、 その他の区間の運賃は公式サイトを参照のこと。ありがとうございます。